皆さんこんにちは、みらいです。今回はですね、久々に検証動画をやっていこうかなと思います。ファンデーションの検証動画とか結構撮っていたんですけれども、久々ですね、検証動画ということで、今回の検証はですね、家庭用脱毛器でございます。めっちゃ気になってたの。ちなみに今回検証するものはこちらです。たらーん、ユーライクのユーライクエア IPL 光美容器という家庭用のね、ムダ毛を処理するものなんですが、こんな感じの器具になっております。ちなみに今回はですね、コラボ動画なんですが、このユーライクさんからも忖度なしにと言われておりますし、私も忖度するのはすごく嫌なので、絶対に絶対に絶対に忖度なしで2週間検証して、ムダ毛がどうなるのかっていうのをですね、比較していきたいなと思います。気になる方最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。で、ちなみにね、今回の検証内容なんですけれども、大きく分けて3つかな。まず1つ目がパッケージのレビューっていうのをしていこうかなと思います。そして2つ目が使用感のレビューしていきます。3つ目は2週間ムダ毛ケアをしてみて、今回ね、指で検証しようかなと思うんですけれども、左右差でどのぐらいムダ毛が薄くなったかっていうのを検証していこうかなと思います。はい、それではですね、まずパッケージのレビューしていこうかなと思います。こんな感じの箱に入っていて、緑色にゴールドのロゴがついてますね。結構高級感のある感じでレザーになってます。で、中を開けてみるとこんな感じで、こちらが一番メインで使う光美容器でございます。あとは中にこういった感じでコードがあるっていう感じですね。で、その他にもこういった箱もあって、この中には光が発生するので、結構激しい光なので、こういったサングラスがついております。このムダ毛ケアをするときは、まず毛の処理をしないといけないので、小さめのね、カミソリもついております。私はもうお風呂でバーってやろうかなっていう感じなんですけれども、まあ、そんな感じのパッケージでございます。めちゃめちゃ高級感あって、でしかもね、ワンハンドでできるぐらいコンパクトな感じのパッケージなので、存在感すごいんですけどっていうのもないし、場所も取らないし、収納にもあまり困らないかなというぐらいの大きさです。収納に困るってね、私片付け下手だからさ、そういうのめっちゃ困るんだけど、こんくらいコンパクトだったらめっちゃいいなって思いました。ただですね、2番目、実際にちょっと使っていこうかなと思います。わかる？もうあんま見せたくないんだけど、どっちも剃りました。指の毛をですね、実際に処理してみようかなと思います。常に腕もやっちゃいたいと思います。で、このコードをね、つけるんだけど、私的に超ポイント高いのは、ここのさ、マジックテープじゃなくてボタンなの。そしてしかもレザーなの。このボタンなのって、ホコリがついたりとか、ゴミとかがつかないからいいんだよね。これめっちゃいいと思ったのが、見て、こんなに長いの。コンセント遠いよっていう人とかでも使いやすいんじゃないかなと思います。では、スイッチオンしていきます。スイッチオン。オンしました。スイッチオンするとめちゃめちゃここが冷たくなるの。注意点は、ムダ毛をしっかり処理してからこの脱毛器をやるっていう感じなんですけど、まずね、ここの光が冷たくなってますよっていう合図、ここのボタンをね、1、2、3、4、5、5段階まで強さを選べます。で、実際もうね、何回かやってるので、もう5で全然 OK なので、私は5でやっていきたいと思います。ここがね、あ、冷たっ。思った以上に今すごい冷たかったんだけど、この冷たさっていうのが、エステとかサロンとかでも使われているダイヤモンド強化技術っていうのが使われているらしくて、本当に冷たいの。光が結構激しいので、サングラスをしっかりしましょう。マジシュールな感じになると思うんだけど、ご了承いただければと思います。はい、では早速やっていきます。で、こっちの左手を脱毛して、こっちは脱毛しないっていう感じにしようかなと思うんですけどね。やっていきますね。このね、冷たいからね、全然痛くないんだわ。本当にね、ひんやり気持ちいいので、痛さ全く感じないです。この痛くないっていうのは続けられるポイントかなってめっちゃ思いますね。なんか前、友達の脱毛の器具を借りたことあったんだけど、それは結構ね、痛くて、ゴムの鉄砲をバン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 こう打ってるような感覚、そのぐらいのちょっとした痛みがあったので、なんかそれが全くないっていうのはめっちゃいいなって思いました。私前なんかの動画でも言ってると思うんですけど、ダイエットもそうだけど、継続が一番ね、大事だなって思っていて、このムダ毛ケアに関しても絶対そうだと思うんだよね。このムダ毛ケアはめちゃめちゃ継続しやすい、痛くないし。
白い面とかはここを長押ししていただくと自動的にこんな感じでパチパチしてくれます。でちなみにね、使用できる部位なんだけれども、もう体全身できちゃうし顔もできるので、本当これ1台あったら顔もできるし、なんか細かい部分とかもすごくできるし、 VIO もできるので、これ1台あったら体中のムダ毛ケアできるなっていう感じで、めっちゃいいと思います。ここからはですね、2日に1回2週間かけてちょっと脱毛をね、左右で比べてみたいかなと思います。2週間しっかり脱毛が終わって、そして3日間毛を処理せずに放置します。でその3日後の指の毛の生え方を検証していこうかなって思います。それでは脱毛の検証スタート。はい、1日目やっていきます。これもしないと超シュールな感じなんですけど、2回目やります。お風呂から上がったらどうですか？はい、今日も1日目やっていきます。今日は何をやっていくかというと、まずは脱毛をやっていきます。まずは脱毛をやっていきます。はい、3日経過いたしました。ということで検証結果をご覧いただこうと思います。こっちは照射し続けた方、こっちは照射全くしなかった方で生え方を比べてみようかなと思います。これね、肉眼で見たらめちゃめちゃわかるんだけど、ちょっと見せます。まず手がマジでシワシワで超申し訳ないんですが、こっちが全く照射をしなかった方でございます。わかるかな、わかるかどうかわかんないんだけど、ちょいちょい生えてるっていう感じです。こうした時にちょっと毛が立ってるのわかりますか？小指とかわかりやすいかも。こっち、ここにちょっと生えてたりとか、こっちとか、てか普通にさ、ムダ毛見せるってやばくない？こんな感じで1ミリぐらい生えてるかな、そんな感じでございます。でこっちの反対側が照射した方でございます。ちょっと日焼けしちゃって指輪の跡がありますが、シワシワで申し訳ないですが、見ていただこうと思います。いかがでしょうか？なんか毛穴自体はあるんだけど、こうやった時にわかる？一個もはみ出てないの、すごくない？さっき小指とさ、薬指がなんかよく生えてたから、ポツポツってあるんだけれども、まず量も少なければ、長さがやっぱねないんですね。全くすごいよねこれ。はい、2つ比べてみると、薬指と小指だけ比べてみます。はい、こんな感じです。パッと見はそんなに分かんないかもしれないけど、こうやった時に分かるかな、長さがマジで全然違うんだよね。はい、以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はユーライク IPL 光美容器をご紹介してみました。少しでも参考になったら嬉しいです。今回ね、実際2週間こうやって検証をやってみて、そんなにね2週間だし差は出ないかなと思っていたのですが、結構差があったのはとってもびっくりしました。まあ、肉眼ではねすごいわかるんだけど、画面でね伝えられてるかどうかはちょっと不安ではあるんですが、本当に違うので、これを長く続ければもっと変わってくるのかなと思いました。で、私は子供もいるし、まだ保育園とか幼稚園とか預けてもないし、脱毛しに行くっていうのがすごくしづらいんですけれども、家庭でムダ毛ケアができるってなったら、本当に子供が寝た後とかそういった感じでもできるので、時間に縛られずに
場所も縛られずにできるのはとってもいいなって思いました。あとはいろんな部位ができるので、人に見られて恥ずかしいビキニラインだったりとか、そういったところも自宅でケアがしっかりできるので、そういった部分でもすごくいいなと思いました。あとはね、ハンディタイプだからすごく軽いし、全然痛くないからすごく続けやすい脱毛ケアなのかなと思いました。そこもめっちゃいい。ていうか痛くないっていうのはストレスに全く感じないので続けられるポイントなのかなとも思います。今のところデメリットが全く思いつかないので、なんか本当やらせっぽくなってるかもしれないんですけど、本当の感想ですということで、こんな感じが私の感想でございました。少しでも参考になったら嬉しいです。まあ、詳しくは下の概要欄にリンクと、あとクーポンコードもございますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。今年の夏はツルツルに。